それでは今日は大体の後面と質下で座骨神経を同定する時のヒントについて勉強していきましょう、はいえー、大体の後面で座骨神経は基本的に大体二頭筋の裏を走行していきますなので大体二頭筋を同定することができれば座骨神経も簡単に同定することができます、はい、ちょっとエコのプロバトでみましょう 今これが僕の大腿二頭筋の腸頭です。で、その下にあるこの構造物が座骨神経になります。はい、ではなぜこの筋肉が大腿二頭筋の腸頭だと言い切れるのか、はい。それはこの外側のこのくぼみです。はい、このくぼみの内側が大腿二頭筋で こののくぼみ外外側が外側が後期になりますハムストリングスを内側から追っかけていくとよいしょちょっと皆さんから今これプローブがもう見えなくなってますが、はい、ハムストリングスの内側縁がこれでここから、えー、表面のファッシアだけを見ていきますそうするとハムストリングスの表層の筋膜だけを見ていくとこれですねはい はい、今これが反兼容筋ですね、えー、筋膜そんなくぼみないですよねで、えー、その隣にはい大体二頭筋が出てくるでこことはい外側抗筋の間には大きなくぼみがありますでですのでここが ハムストリングスの外側縁だりこの一番外側のこの筋肉が大体二頭筋の長頭だということが分かりますなのでその下に走っているこれが座骨神経ということになります、はい、それでは次に質科で座骨神経を観察していきます、はい、よいしょここですね質科のちょっと上になりますが ここで皆さん坐骨神経が今どこにあるか分かりますかちょっと分かりにくいですよね。じゃあ分かりやすくしてみましょう。いきます。せーの、す。はい。今、これが坐骨神経がちょうど2つに分かれたこと,ところここが頸骨神経でこちらが坐肥骨神経になります。今 見やすくするために何をやったか皆さん分かりましたかもう一回いきます。座骨神経を見やすくします、はい。なぜこういうふうにシルトをすると座骨神経が見やすくなるのかそれは座骨神経の深さにあります。今ここで座骨神経大体2センチ前後のところを走行してますよね。それに対して先ほど同定したところここまでいくと よいしょどうですかねこれ座骨神経ですけど何センチぐらいですか ?4 センチ以上、えー、深さがですね2倍以上違うところを通っているわけですということはどういうことかというと座骨神経がこのように今これプローブのコード神経に見立てていますがこのように皮膚のラインに平行に走っているのではなくて極端に言うとこんなふうに斜めに走っているわけですね なので、特に質化の部分で、皮膚に対して直角にエコのプローブを当てると、座骨神経はかなり斜めに当たっていることになりますので、非常に見にくくなります。ですので、えー、質化のところでは、こういうふうに、よいしょ。皮膚の線に対して垂直にエコのプローブを当てるんではなくて、必ず、うっと、このように等速から、 微速にグッと覗き込むようにエコのプローブをチルトさせるとこのように座骨神経がきれいに見えてきます、はい、今日は大腿、えー、後面と質下での座骨神経の同定のヒントについてお伝えしました大腿後面では大事なことは大腿二頭筋をしっかり同定することでしたそして、えー、質下ではプローブを 高速から微速に覗き込むようにチルトをさせることでした。はい、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。